静岡県立清水東高等学校は、静岡県静岡市清水区に所在する県立高等学校。1923年に、静岡県立伊原中学校として開校した。2004年度に、文部科学省より3年の期限付きで、スーパーサイエンスハイスクールに指定された。通称は清高、東高。校歌は、土井万水が作詞。 新時清志が作曲したものである。各学年に1クラスのみ。約40人の編成で3年間クラス会は行われず、原則として担任教師も固定されている。理科は理数物理、理数科学、理数生物とも必修のため3科目を履修することになる。実際的には物理愛、科学愛、科学通生物愛の内容は必修で本人の選択によって、 物理通過生物通を選択履修することになる。数学、理科、スーパーサイエンスについては、文部科学省が定める書式での調査書でも、理数数学、理数物理等と記載され、専門教育に関する教科、科目に属する単位認定となる。理科では、授業やテストが英語で行われる。理数科は、例年、二年次の冬休み頃から三年次の初め頃までに、 理数科課題研究という形で自分たちが立てた自然科学分野の課題についての研究を行う。平成16年度以降に入学した理数科の生徒はスーパーサイエンスハイスクール活動の一環として研究を行った。2006年8月にパシフィコ横浜で開催された2006年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会において県内初となる。 科学技術振興機構理事長賞を受賞している。全国の高校生1300人以上が参加した全国高校科学グランプリ2006では、同校理数科生が金賞、銀賞、同賞を各1名ずつ受賞した。また、2007年度も2名が金賞を受賞した。また、2010年度同校理数科生徒が日本数学オリンピックにおいて日本一になった。 2011年4月、同生徒が数学オリンピックにおいて国内6人のうちの1人に選ばれ、同年7月にオランダで行われる国際数学オリンピックに参加した。学校祭6月の第1金土曜日に開かれる。土曜日は一般に公開される。日曜開催がないのは毎年6月の第1日曜日に。 サッカーの全国高校総体験大会決勝が行われるからであるが、最近はその場に立てていない。体育祭10月に静岡県草薙総合運動場で行われる。実際はほぼ陸上大会である。修学旅行基本的には2年生の10月または12月に実施される。行く先は普通かと理数かで異なり、普通かは台湾、理数かは アメリカ合衆国に行くようになっている。理数科はヨセミテ国立公園、スタンフォード大学等を訪れ、現地高校との交流を、普通科は台北周辺と現地校との交流を実施している。校舎は職員室、保健室、学級教室、また、それぞれの校舎は2本のあたり、廊下で接続されている。 ただし現在は、グラウンド側の渡り、廊下が取り壊されている。職員室、図書室、生物室は、冷暖房完備。その他本館の教室は、冷房完備。しかし、冷房の導入時期が異なるため、校舎の西側5教室は、電気エアコン。それより、東側の教室は、ガスエアコンとなっている。その他の施設としては、公道、新体育館、旧体育館、別館、 駐輪場、25メートルプール、合宿所、部室などがある。管理教室棟は、行動、旧体育館と、特別教室棟は新体育館と接続している。なお、管理教室棟、特別教室棟、新体育館、旧体育館、行動は、耐震補強工事が、すでに完了している。自然科学部科学班、編集課題研究の成果が、 県学生科学賞、山崎賞受賞や、全国総合文化大会に2年連続で出場するなど、今注目の部活動である。パソコン部、編集パソコン講師園、プログラミング部門日本情報オリンピック、国立情報学研究所、情報科学の達人サッカー部、編集全国高等学校サッカー選手権、大会全国高等学校総合体育、 大会サッカー競技大会野球部編集夏の甲子園出場春の甲子園出場ありがとうございます。